画面はせめてなんか下中継発動でつながれたらまあ死ぬかな死なないかなぐらいかなと思ったら裏切りの前っていうさすがですねデコイさんは。さあクニさんとタマコンさんということではいこれはでもクニさんおううまい裏コークグラップ、クニさんのダットリー戦といったらもうクニさんといっても過言ではないですからね。いっぱい貯めてブロックガブラを失敗した中継から弱達しゃがみくらいは、しゃがみでも食らいますねダットリーは。ここにさあダッキングストレートコークまで入って下ブローさあクニさんに誰埋めだと誰埋めなんだとさあ誰埋めなんだと埋めてんじゃねえと言わんばかりの下ブローが炸裂しておりますがさあ波動電陣2でピヨってしまう。やっぱクニさん先方で出れてる楽しそうですね。やっぱ2人にいるからね先方で出れるっていうねやりたいことができるそれはそれでそれはそれでどうかと思いますけど別に先方だろうが中堅だろうが大将だろうがやりたいことはやるんでどこででも一緒ですからね。このユリアンは誰だあ、若松さんかバイソン若松さあ伝説のバイソン若松プレイヤーさあレジェンド相手にも容赦なく波動電磁を打っていくおっといい入ってさあスフィアをクニさんはあるのか裏手たまあったなぜ大なぜ大さあこれはやっぱレジェンドプレイヤーならではの読み合いがあったんでしょうか。さあやりたい放題やると言ってましたが下中継中速投はやりたい放題という話ではないですがワンワンワン灼熱さあチワワモード入ってさあチワワモードで小技を振って最後はコーシーレクサスパイセンありがとうございます。今日もレクサスでやってまいりました。ここで高橋ヤンですね。おこれは挨拶代わりの抽選球体あ回復したかしかしどうぞよし飛んで5番落として旋風白虎置いているあるのか竜巻さあしっかりお仕置き東堂さん投げてあるのか投げてエンチキリブ投げるおっとさあクニさん先方だからってリバサ前出しはさあ開幕いや解放先ほど1ラウンド目解放したかったのかなさあ刻んでこれはピヨらないがしっかり角半取っていく投げてダッシュ投げ勝利権 final round. Now.投げ。腰引っ取るぞ。下風呂。波動電池。ピヨって。ワンワンワン。戻ってきたら高橋さんが蹂躙されてる。というわけで国賀さん立てと。じゃあ勝ち残りまだもう終わりよね。はい、勝ち残りで